ロクタです。突然ですが、俺、暑いのが苦手なんですよ。南国は好きなんですけど、汗がベトベトする、いわゆる湿度が高い。そういう場所って本当に苦手で、一刻も早くその場から立ち去りたくなるんですよ。例えば、クーラーのない部屋で仕事をしていて、体の表面に水滴が浮いてきた状態でしたら、まだ我慢ができるものの、ツツツーっと流れ出したら、もう最後です。うわーと、イライラが限界を超え、急いで、クーラーのある部屋へ移動します。とは言ってもさ、ロクちゃん。最初から涼しい部屋で仕事をすればいいんじゃないの？そしたら、イライラマックスになることもないし。まあ、確かにそうかもしれないんですけど、俺、あまり冷房のように人工的なものって好きじゃないんですよ。それにクーラーのない部屋だって、普段は風が入って結構気持ちがいいんですよ。まあ、そんなに年中イライラしているわけではない。とは言っても、ものすごく湿度の高い日、とても気温の上がった日、熱帯夜と呼ばれるような熱が逃げない日、そんな時は思わず雄たけびを上げたくなりそうになるんですよね。おー！まあそういう時に便利なのがプールなんですよ。汗で体がベトベトになった時、あなたならどうしますか？俺は体中の汗を流したくなります。そんな時にプールにザッパーと飛び込んだら、ヒャーッとする冷たい水で体が冷えて、とっても気持ちが良いだろうなーって。そんな風に思うんですよ。もし俺がプールに俺の家にプールがあったら、近所の人に自慢をすることもできるし、みんなでパーティーをすることもできるし、時間を問わずにプールに入れるし、まあ、つまり、いつでも気分転換できるんですよ。また、火事になった時は、消火用にも使えるし、災害時には、浄水器を使って、飲料水にもできる。洗濯にも使えるし、食器にも、食器洗えるってことですよね。トイレの水を流すのにも使えます。すっごい便利だと思いませんか？逆に、俺の家にプールがなかったら、誰かの家にプールがあるのを見つけた時に、歯を食いしばる思いをすることを、水に浮いてリラックスしたくても、子供がたくさんいる市民プールに行くしかない。市民プールの行き帰りで汗だくになるんで、家に帰ってからまたシャワーを浴びたり。家にプールがあったらそんなことはないのに、俺はそんな風にしか考えられない状態なんですよ。それほど、プールに夢中になってます。ロクちゃん、お風呂とかシャワーでも代用できるんじゃないの？違うんですよ。お風呂とかシャワーは今でも利用してます。お風呂はとても癒されるし、シャワーもすっきりとするし、どちらもとても気持ちが良いんですけど、やはりプールには構いません。まあ、日常生活に必要ないかもしれないんですが、俺が稼いだお金で自己満足するために、自慢するために、家族のために、友人のために、仲間のために欲しいものの一つなんですよ。完全なプライベートプール。なんか響きはいいですよね。考えただけでも気持ちが引き締まってきました。そのために今俺が集中することはコピーライティングなんですよ。
ジュニアコピーライターは一味違います。どこが違うのかというと、あなたを本質的な部分からコピーライターへと変革する教材なんです。いやー、ロクちゃん、私、今のままの私でも満足してるし、特に変わりたいとか思わないんだけど、そう思うかもしれないですね。もちろん、あなたの自由にしてください。俺は強制するつもりは全くないですし、俺自身が誰かに強制されたりとか、指示されたり、誘導されたりするのは好きじゃないんですよ。それに、こう、俺も思ってました。俺は今のままで幸せだから変わる必要はない。あなたはそのままでいいんですよ。まあ、もしコピーライターに憧れているなら、俺はジュニーコピーライターが良いと思いますけどね。